中列右から二人目、中列右から二人目、後列右から三人目、後列右から二人目、三列目右から三人目、島村のぶまさ8月7日から1944年4月1日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中佐。殉職後は、海軍大佐。長野県東千曲郡東内村出身。旧姓松本中学、海軍兵学校卒。 兵学校では高松宮信人親王の学友を命じられる。少位候補生から海軍法術学校、古高、春名、横須賀鎮守府、五福島、響き、大鯨、第二艦隊司令部などに配属された。太平洋戦争開戦時、連合艦隊機関、長戸司令部の新珠湾攻撃作戦指揮に気象担当として従事した。後に、 小鹿峰一連合艦隊司令長官の下、トラック白地でも、機関、武蔵の連合艦隊司令部幕僚として所属した。1944年3月31日夜、司令部が武蔵を離れて、パラオからダバオへ向けて西気大帝で移動中、福留茂三謀長ら同乗の2番機が、フィリピンのセブ島、フェルナンド沖合で、不時着水した際に西気大帝は大破。 島村は機内にいて殉職したとされる。墓所は千葉市へ平和公園。ありがとうございます。